証明シリーズに新たな耳より情報が加わります。証明の話はもういいよ。こう見えて証明についてはもう詳しかったりするんですよ。インテリア証明の考え方なら Y に任せてください。黄色いひよこちゃんがよくさえずりますな。では聞きましょう。インテリア証明の極意とやらを。やったらー、勉強の成果を見せてやる。まずよくあるこういう天井照明、天井にでっかい照明を1個だけ用意して、それ1つでお部屋全体を明るくしようってタイプのやつ。これでおしゃな雰囲気を作るのは超むずい。なぜかというと、まず1つ、照明は明るい方がプレッシャー、暗い方がリラックスだから、お部屋の光量をあえて抑えたり、あえて影を残したりすることでリラックス化ができるのに、シーリングライトみたいな天井照明の担当ではそれがすっごく難しい。傘のついたシェードランプがおしゃれに見えるのもそれが理由。光源を傘で遮ることで、わざとお部屋を薄暗くしたり、天井に影を作ったりできるのです。また、影にはコントラスト効果のメリットもある。光があることで影は引き立ち、影があることで光も引き立つ。花火は夜空に咲くからこそ美しいのです。とはいえ、薄暗すぎると前が見えない。だから多灯を使うわけですね。テーブルの上みたいに明るさが必要なところ、適切な場所に適切な光量の明かりを配置する。適材適所というアプローチをするわけですよ。単体では光量の少ない部分照明や間接照明を多灯で配置してやる。こうすることで、便利な暮らしに必要な明るさと、おしゃれな暮らしに必要な薄暗さを両立できるわけです。だけどプレッシャーは悪いことばかりじゃない。いい意味での緊張感を作ってくれるのもプレッシャーの役割です。なので、スマート LED みたいな調光機能のある電球を活用してやると、目的に応じた明るさに調整できて便利なのである。というわけで、便利さとおしゃれさの両立を目指して、天井照明一つに頼る一室一棟はなるべく控えて、多灯を使いこなす適材適所にシフトしていきましょう、という感じでした。いかがでしょうか。もっとボケてくださいよ。今そういう流れじゃなかったでしょ。でどうなんですか、 Y の完璧な解説に何か意味を挟めますか。肝心の適材適所、それ実際に自分のお部屋でやってみましたか。ええー、にゃむ、予算もかかるし、ちょっと手間もかかるしね。また今度やろうと思ってるんですけれど。そう、適材適所はおしゃれになるけど、めっちゃお金がかかるし、めっちゃめんどくさいのです。言っちゃったー。なるほど、確かにうまく適材適所を使えば逆に重点のおしゃべ屋が作れるでしょう。ですが、それにかかる予算や労力も膨大になります。ぐぬぬ、おしゃれな照明のお部屋で暮らしたい。だけど、誰もが大量の労力や予算をかけられるわけではないのです。ならばもしかりに、予算も労力も大幅に抑えられて、誰でも、一つ照明を購入するだけで、簡単に90点の照明環境が手に入るとしたら、まさか、様子のおかしいインテリア店。本日のお題はこちら、インテリアマンたちの努力を、アイテム単品の魅力で吹き飛ばす悪魔の照明、アートワークスタジオさんの、グラフリモートシーリングランプだー。ごご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 ご。なんぞこれ、あえて適材適所ではなく、限界までおしゃれな一室一棟ができないか、というアプローチで生み出された、照明界のモンスターです。そんなのずるい。どうですか、このマットブラックな素材が醸し出す、高級感と非日常感は、おおお、パッと見ただけでオーラがすごい。めっちゃかっこいいですね、飾ってるだけで惚れ惚れしそう。君は今まで何を学んできたんだね。言い掛かり、確かに、グラフリモートシーリングランプはかっこいいですが、ああかっこいいねと言ってるだけでは、このアイテムの真の魅力に気づけません。よく思い出してみてください。この照明のコンセプトは一体何だったのか。多灯の代わりに超おしゃれな一棟で何とかする。そう、本来一棟では無理なところを何とか一棟のままおしゃれにしようぜというのが売りなわけです。うむりうむり。ですので、このグラフリモートシーリングランプは一棟でありながら、多棟ならではの演出効果を単身に搭載しまくっているのですよ。とどういうこと。様子のおかしいインテリア店。まずこちら、ドン。最初に目につくであろう黒いカバー。これは、ただ、かっこいいだけの理由でついているわけではありません。このカバーが、シェードランプの傘、の仕事をしてくれているんだよー。ほんとだ。光を遮って、周りを少し薄暗くしてる。これにより、光量不要な天井付近の明るさを抑え、かつ、光と影とのコントラストの美しさも生み出しています。確かに、しかも、カバーのデザイン自体が、シェードランプを連想させる、形をしていることで、ややレトロな印象を持っています。課題は、未来的なデザインほどプレッシャー、レトロなデザインほどリラックス。すなわちこのシェードデザインは、かっこよさを生み出しつつ、レトロなリラックス感を確保しつつ、光も適切に遮ってくれるという、一石三鳥の衣装になっているのですよー。なあ、使わないですね。様子のおかしいインテリア店。で次、このてっぺん部分、さっきのカバーの上部分。シェードに隙間があるでしょ。ほんまや、本物のシェードと違って、上まで全部覆われてるわけじゃないんですね。なんで？この隙間から漏れる光が、間接照明のように、天井を優しく照らしてくれるんだよ。確かに間接照明っぽくなってる。この隙間があるおかげで、天井への間接風照明のエリア、シェードによる影のエリア、下方へのメイン光のエリア、という、光の抑揚が生まれます。これにより、光と影とのコントラスト効果を発揮させつつ、ちょっと多灯っぽい雰囲気、を作り出すことができるのです。ただの隙間じゃないんですね。ここまで来ると、天井とグラフリモートシーリングランプとの間に、軸が生えている、理由もわかってしまいますよ。軸、生えてますね。従来型の天井照明は、大体天井にベタ付けですが、軸が生えて天井との距離が空くことによって、傘付き照明としての影を作る力と、間接照明としての天井を照らす力とが、より発揮できるようになるわけです。デザインの一つ一つに、すごく具体的な効果があるんですね。実際に使
光ってみると、こんな感じに光ります。めっちゃ光と影が生まれてる、すげー。さらにさらにそれだけではありません。カバーがシェード風のデザインをしているということは、本物のぶら下がりシェードランプと、リレーション、させることもできるんです。見てください、この統一感、通常のシェードランプと全く違和感なく併用できるんですよ。うわ、テイストがめっちゃ似てますね。従来型のパルックみたいな天井照明では、これがすごく難しかった。そうでしょうな、おしゃ照明だけでは明るさが足りないな。よし、じゃあ普通の天井照明と併用しよう、という発想までは自然に浮かぶんですが、パルックとおしゃれな傘付きライトとではデザインの方向性が違いすぎて、どうしても天井照明だけが浮いちゃうんですよね。はいはいはい、そんな問題を考えたとき、裏フリモートの、シェード風のデザインがめちゃくちゃ効いてくるんですよ。ふむふむふむ、前述の担当だけでなんとかしようという使い方でも十分便利なんですけれど、おしゃれ照明と同時使用する場合にも、抜群の相性親和性を発揮してくれるんです。ほう、マジでどう使っても腐らない照明ですので、いろいろ試しながら自分なりの使い方で活躍させていただけたらと思います。めくるめく次世代照明のスペクタクルを、ぜひ体感してみてください。うえぇ、様子のおかしいインテリア店。あとはまあ、おまけ程度の情報だけど、はいはい、グラフリモート、これ本体の中身は輪っかタイプの蛍光灯ではなく、LED 電球3個です。ほん、そうなんだ、これ、普通の蛍光灯より電気代が安くつくというメリットもあるんですが、LED 電球をリモコン操作で切り替えて、1個だけ点灯、2個だけ点灯、3個全部点灯、と光量の調整をすることもできちゃうんです。ほうほう、1時間後に勝手に消えるタイマーボタンとか、自動でオンオフを切り替え続ける留守番機能など、一般的に便利な仕組みも備わっていますので、まあその、さすがにスマート LED と比べると、できることはシンプルな機能だけなんですが、何も出さなくても簡単な操作くらいならできるよ程度にイメージしていただけたらいいかなと思います。いやいや十分ありがたいっす。照明の中でもスマート LED はトップクラスにめんどくさかったんで、こんな正直者め、二度と視界に猫が映らなくなる呪いをかけました。やめてよ。ともあれ、ここまでお話しさせていただきました通り、アートワークスタジオさんのグラフリモートシーリングランプは、担当でどこまで多頭に迫れるか、その体一つに限界までギミックを詰め込んだ、照明の要塞なのでした。パチ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 チ、一見するとドヤい天井照明って感じですが、その実、緻密に創意工夫が重ねられたアイディアの結晶なのです。さあ、多頭の良さはわかるけどちょっとめんどくさいという皆様、グラフリモートシーリングランプを買って、もう楽になりませんか？誰に寄り添ってるの？いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。